はい、今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、諸女人のたぬき囃子の話をしようかなと思います。なぜこういう話をしようかと思ったかというとですね、ふとこの間ちょっと昔諸女人に行ったことを思い出しまして、これもちょっと覚えてるうちに話をしようかなというふうに思いまして、今日はそんな話をします。大体の方は諸女人のたぬき囃子という歌はわかるかなと思うんですが、一応ですね、知らない方のために下手くそな歌をまず歌わせていただきます。諸女人の庭はつつつきよだ、みんな出てこいこいこい、おいらの友達はポンポコポンのポン。負けるんな負けるんな、大将さんに負けるんな、こい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 、みんな出てこいこいこい。諸女人の萩はつつつきよに花盛り、おいらは浮かれてポンポコポンのポン。負けるんな負けるんな、大将さんに負けるんな、こい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 、みんな出てこいこいこい。最近あまり童謡っていうのは聞かなくなりました。この私は童謡っていうのは非常にこうちっちゃい頃のですね、上層教育にいいんではないかなというふうに思ってるんで、またこういう童謡というようなものが復活してくれたらいいなというふうに思っています。ですね、諸女寺なんですけど、諸女寺はですね、千葉県の木更津というところにあるお寺です。で、ここへ行ったきっかけというのはですね、この諸女寺の和尚さんというのが、私と同じ教会士というのをやっている方で、そんなご縁で伺わせていただいたんですね。で、実際にその、歌は昔から知ってましたけど、諸女寺というお寺があることはですね、それまで知りませんでして、これはですね、やっぱりこう人に知ってほしいなというふうに思いました。ちなみにここの住職っていうか、今もう隠居されているようですけど、和尚さんはですね、教会士でお坊さんで医者という方です。精神科医ということなんで、こういう精神、世界からのアプローチをして、教会をされていた、そういう方ですね。で、諸女寺の話というのはもともとは江戸時代の話です。で、木更津というところはですね、海運の中心にあったところで、昔こう漁師さんとかが行き来してた。で、そういう中で、その漁師さんの中で、木更津に住むようになった方がいらっしゃって、よそから来てですね、住むようになった方がいらっしゃった。その方々は大体ですね、浄土真宗というのを信仰してたということです。で、その当時ですね、木更津に浄土真宗の寺がなかったんで、それで壊れてですね、浄土真宗の寺ができた。現在もですね、木更津には浄土真宗のお寺というのはこの諸女寺一家寺だそうですけども、そんなことでできたお寺です。で、諸女寺というのはですね、字はですね、左が権弁にの、右側が上るという字で、下に上というのは誠っていうですね、ものによってはですね、城という字を使っているものもありますけど、大体はその誠の方が多いかなと思いまして、その寺という字を書きます。で、諸女寺があった場所というのはですね、林の中にあったと、鬱蒼とした場所にあったということです。で、ここの和尚さんというのはですね、非常にこう、なんていうか、芸事が好きで、三味線とか太鼓とか、そういうのをこう、隠れてとか人知れずやっていたと。で、ある時にその村の人たちがですね、昔のことですから真っ暗なんですね。真っ暗の中で、林の中からですね、三味線の音やですね、太鼓の音が聞こえた。これは何なんだと、こういう話になった。で、その和尚さんにですね、話をしたらですね、和尚さんは多分自分がこう芸事をやってるのをちょっとこう恥ずかしく思ったんでしょう。で、ある日こう自分がこう夜中に騒がしんで起きて出てみるとですね、庭でタヌキが音楽会をやってたと。で、自分もそれからですね、それに加わるようになったと、そういう話をされたということです。で、その後ですね、
ある朝、その和尚さんが起きて庭に出るとですね、庭に大田抜きが死んでいた。それもですね、お腹が割れてたというのを見てですね、非常にこう、まあ、その過去のことがあって自分がですね、芸事をやってるのを狸のせいにしてしまったということもあったんでしょうけど、それでですね、こうこの狸を憐れんで、まあ、こう丁寧に年頃に、まあ、こう埋葬してですね、その上に、狸塚というのを作ったそうです。で、まあ、そういう狸塚がそのお寺に残っているということなんですが、これはですね、もうだいぶ時代が盛ん、下るんですけど、大正の頃にですね、その童謡作家で有名な、野口雨情さんがですね、木更津に講演に来られるんですね。で、来られて、まあこうまあ、講演をいたしまして、その後その宿屋に行った。で、その宿屋に行ったらですね、そこに地元の文芸誌が置いてあった。その文芸誌の中に地元の人が書いたこの話が出てた。それをまあこう読んでですね、野口雨情がですね、ちょっとまあこう創作意欲に駆られてっていうんですかね、まあ、それで、まあ、この「処女寺の狸林」という歌を作ったんだそうです。その、まあ、作詞が野口雨情さんでですね、作曲が中山新平さんで、当時のですね、ゴールデンコンビと言われた方によってこの歌が出されるようになった。ですから歌が出てきたのはですね、大正時代です。で、まあ、処女寺はそれまで、まあ、地域の、まあ、お寺で、まあ、そういう話が伝承されてたんですけど、これがですね、この時からですね、全国区になったと。で、まあこう、まあ、こう観光客というか、そういう人たちも来るようになってですね、まあ、木更津では、まあ、町おこしという意味もあってですね、この処女寺を大々的にこう、まあ、紹介するようになった。で、まあ、そのお寺の中にもですね、現在もありますけど、庭にこう狸の置物が置いてあったりとかですね、結構タヌキにまつわるものが結構置いてあります。で、まあ、本堂の方にもですね、行きましたら、放浪の画家として有名な山下清さんも来られたようで、その方の絵も描けられていました。で、まあ、これもですね、その、まあ、ご住職さんに聞いたんですけど、ある時はですね、本当にこう、タヌキをそのお寺で飼い始めた。それと、タヌキというのはやっぱりこう、獣なんで、非常にこう匂いがきついんだそうです。で、まあ、それで、まあ、これは苦情が出てですね、まあまあ、生きたタヌキを飼うのは、まあ、こうやめたという話をしてましたけど、まあ、そんなことがあります。で、まあ、そういうこういきさつで、まあ、この処女寺のタヌキ林というものは生まれた。まあ、こんなこともですね、まあ、こう何ですかね、知っていただけたらなと思って、ちょっと今日はそんな話を、紹介させていただきました。非常にこの歌はですね、こう何ですかね、こう明るく、ユーモラスのある歌で、私自身もですね、なんかやっぱり子どもの頃、まあ、ちょっと歌って、いまだにそれが記憶に残ってる、まあ、童謡っていうのはやっぱりいいなというふうに思いました。まあ、今日はちょっとそんな紹介の話をさせていただきました。ありがとうございました。